本日をもちましてガーラ湯沢スキー場は2020-2021 ウィンターシーズンの営業を終了いたしました。災害レベルの大雪に始まり、緊急事態宣言の発出など、昨シーズンに続き困難の多いシーズンとなりましたが、多くのお客様に支えられ、無事にシーズンを終えることができました。今シーズンはファーストトラックやアウトドアサウナなど新たなサービスも導入いたしました。来シーズンもぜひご期待ください。全世界が一刻も早く平穏な生活に戻ることを願いつつ、来シーズンこそはより多くのお客様に来ていただき、笑顔あふれるスキー場にしたいと思います。ご来場された皆様、本当にありがとうございました。来シーズンまたガーラでお会いしましょう。より多くのお客様に来ていただき、笑顔あふれるスキー場にしたいと思います。あ、はい、OK。 来シーズン、またガーラでお会いしましょう。